はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、期限の利益及びその放棄、民法136条について解説いたします。これ非常に重要な内容で、意外とこの期限の利益の意味分かっていない方いますので、ここでしっかり頭に入れていただければと思います。で、まず、第1項の内容ですね、読ませていただきます。期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。まあ、このように規定しているんですね。で、実はこれが期限の利益の内容なんですよ。一つ具体例を出させていただきます。無利息の金銭消費貸借契約。無利息でお金を借りたといった場合を考えます。この場合、債務者っていうのは借りた側ですよね。で、借りた側っていうのは、例えば、まあ、1ヶ月間っていう期限を定めていたと考えて、1ヶ月間無利息でお金を借りる契約をしたのであれば、借り主はその1ヶ月間期限までですね、借りたお金を自由に使えるメリットがあるわけです。これが期限の利益なんですね。まあ、利益っていうのはメリットって置き換えていただいて構わないんですけども、まあ、これが期限の利益の内容です。なので、この具体例を一つ頭に入れておくと理解がしやすいと思います。で、一つ注意が必要なのが、ここなんです。推定するっていう言葉。この推定するってどういう意味かっていうと、とりあえずはそのようにしておいて、反対の事実が証明されたのであれば、この内容を覆りますよと。まあ、言った内容なんですね。とりあえずは、期限っていうものは、債務者の利益のために定めているけれども、債権者の利益のために定められたものだと、証明されたのであれば、それは債権者の利益にもなるんだよ、っていう話なんですね。これも具体例を出します。今回は、無利息ではなくて、利息付きの金銭消費貸借。利息付けてお金の貸し借りをした場合、もちろん先ほどの事例の内容の通り、借り主は期限まで借りたお金を自由に使えるメリットはありますよね。つまり債務者の利益はまずあります。で、一方で債権者側っていうのは利息がついてくるわけですよね。期限まで利息をもらえるメリットがあるわけですよ。つまりこれは期限の利益ですよね。したがって利息付きの金銭消費貸借の場合は、債権者の利益のために定めたものともなるわけなんです。これ反対の事実が証明されてますよね。まあ利息付きの金銭消費貸借契約をしたのであれば、その契約の内容から貸し主側、お金を貸した側にも期限の利益があるわけなので、この場合は債権者の利益のために定めたものと考えて OK ですよっていうような内容です。まあつまりこの場合、利息付きの金銭消費貸借の場合は、債務者及び債権者の利益のために定めたものとなりますよっていう話になります。ここまでが1項の内容です。で、続いて2項の内容を見ていきます。で、続いて2項の内容を見ていきます。期限の利益は放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。まあ、このように規定してるんですね。これは2つ目の事例をちょっと考えていただくと分かりやすいんですけども、まあ、利息付きの金銭消費貸借ですね。とりあえず、この本文見ていただくと、期限の利益は放棄することができるわけだから、例えば、借り主が期限の利益を放棄する。これどういうことかというと、借りたお金について期限までは自由に使えるメリットがあるけれども、もう期限前に返済をしちゃう。返済をしちゃうと、それ以降を使えないわけですよね。つまり期限の利益を放棄したってことです。例えば、1ヶ月間自由にお金を使えると仮定しましょう。つまり返済期限が1ヶ月後だったと仮定しますね。で、2週間後、半分しか来ていないにもかかわらず、全額返済したというのであれば、残りの2週間、このお金を自由に使えるこのメリット、これを放棄したということになりますよね。これが期限の利益を放棄するってことです。つまり、借り主が期限前に全額を弁済した場合っていったイメージですね。期限の利益を放棄する場合っていうのは、全額弁済したと。まあ、いったイメージです。で、この場合、借り主は貸主に対して、期限までの利益を支払わなければなりません。これが正し書きの部分ですね。相手方の利益を害することができないわけなので、相手方の利益を害してしまったのであれば、その分は賠償しなければいけませんよ。つまり早く返したのであれば、残りの利息分をちゃんと払ってくださいねと
というような内容なんですね。これが2項の内容となってきます。で、ここで一つ疑問に思う方いると思うんです。それは何かというと、住宅ローンなんですよ。住宅ローンの場合、繰り上げ返済すると、それ以降の利息ってなくなっちゃうんですよね。で、これっていうのは、銀行と、まあ、債務者、住宅ローンを組んだ人ですね、との間の契約で、その後の利息っていうのはなしにしましょうっていう合意がなされているから、なくなっているのであって、民法上はちゃんと期限までの利息を払わなければいけませんよ、っていうふうになってますんで、この点はしっかりちょっと頭に入れておいてください。住宅ローンをイメージしちゃうと、これも間違ってしまいますんで、その点はぜひ注意していただければと思います。そして弊社リトスは個別指導を行っております。このように具体例を入れながら理解学習を行っていくってことを個別指導で行っています。このような理解学習ができれば、宅建試験1回で合格できますんで、もし1回で合格したいっていう方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。